ですか。そうなんだ。第1試合でやるという数ならではですよね。しかも、はい、もう最近ちょっとオズ新宿大会も6試合が6試合定番になってきました ね、メンバーが本当に変わりましたよね、うん、そうですね、それは本当にそう思う。本体カード見てもそうですけど、さっき5試合発表しましたけど、あと12人出ますからね、分体すごい数いきますからね。12人、あと12人出ます。6人タッグ入れたら6人じゃなくて16対6とかやったら1試合なんだ。なんか分隊はすごいオールスター戦みたいですよ。そうですね。でも参戦選手は発表されてるんですか。参戦選手でまだ発表してない選手も、びっくりするような人もいます。誰え、知りたい。僕も知らないんですよ。そうなんですか。だいたい前日ぐらいに知るぐらいの勢いで全然教えてもらえない。早く知りたい。だってもう、そう、あ、そうそう、久本雅美さんがね、え、選手として選手じゃないですか。誰よこのコメント。ちょっと入場で久本雅美さんがいろんなことをしてくれます。はい、あ、そうなんですか。はい、あの、まあ、本舗のどなたかもなんかグループの人も来るみたいな感じで。ガガヘッツっていう、うん、あのね、ハッツを着てパフォーマンスする人たちなんですけど。1回目の横浜分隊の時にも、和母本舗が結構盛大にやってくださって、あの時にアジアの25周年をお祝いしに来たんですけど、はい、それから5年が経ちまして、30周年をお祝いに来ると。おー、すごい。そういうことかも。あの時もすごい人数が、ね、今回もさらに大勢の人が来て、もう和母本舗の方が来てしまって、貴重なあの写真とか撮れる機会ですからね。あ、そっか、の写真でリング下からバシバシ撮っちゃって問題です。あ、すごい、うん、なかなかでもないですからね。リングに上がってるっていうのもなかなかないみたいですね。中村アナなんてね、前回久本さんとハイタッチとかしちゃってダダ滑りですよ。ダダ滑り滑っちゃう。ああ、言うの忘れたけど、久本さんと中村ひろゆきのちょっとトークコーナーみたいのがあります、ね。はい、嘘今知った。ちょっと二人っきりの掛け合いをちょっと楽しみに、はい、面白い。いや、ね、辛いわ。申し訳ないわ。調べないと。多分そんなシーンはニコプロさんが真っ先に放送するんですかね。あ、そういうとこも放送してくれるんですね。しないって顔してますよ。バッチリしてくれる。ありがとうございます。そうすか、そうすか。まあ、ガオラさんもね、あの分隊は3時間スペシャルということで、マジですか。しかも日曜のゴールデンタイムに放送するそうです。素晴らしい。やばい。やっぱガオラを、ガオラとかニコ生を見てくれてる人が多くて、ニコ生さんですぐ速攻で見て、その翌週あたりにあのガオラさんがほぼノーカットで放送してくれます、ね。わー、うん、ノーカット。3時間超えた分だけカットするという贅沢な番組です。え、メインが削られるわけじゃないですか。押し出されてからね。もうすぐワンツーのところでピチって切れちゃって、はいはい、放送終了です。ここでお時間となりました。泣ける。久本さんは女優扱い。女優です。あ、まあ、舞台女優さんですよね。あ、そういう、あ、なるほどなるほど。としては先週ガオラみたいなきっかけで日曜日に行った。ありがとうございます。あ、そういうのありがたいですね。本当でも本当にそういう風に声かけしてくれる人が多いです、うん。あ、そうですか。まあ、そのまあ、パイルドライバーから鈴木美穂さんのお店でも働いてて、はい、で結構遠方から来てくれる方も多いんですけど、ガオラとかニコニコの袋見て、次のオーズ頑張ってくださいねとか。素晴らしい。すごいよく声かけられる。やっぱり、まあ、どういう流れで組まれたっていうのを知ってるだけで、そうですね、その試合に対しても変わってくると思うんで、うん。うんそうか。そういえばオズもまだ北海道横浜分隊前もありますから、ね。そうですね。8月3日札幌と横浜旭川があります、ね。そうですね。北海道。ね、嬉しい。2年ぶり。
オズアカデミーとしては2年です。はい、中川智香選手の引退の中川さん来るらしいですよ。おお、中川智香見たい人は旭川へ。旭川大会に中川智香来場。私も久々です本当に。もう一回あれ、松本さんはどれぐらいぶりですか、試合で行くのは。試合で、いつだろう、記憶にないですぐらい。停戦、まあ、ホールがなくなってからね、やっぱりフランス団体で行きづらい地域になるし、はい、うん、あサロンはもうね、これこの辺はもう生で見てください。よく思いつきますよね、こういうコメント。あ、ニコプロきっかけでオズ行くようになったって方マジですか。いかに古いですか。これ見てる方で北海道の方とかもいたりするのかな、ね、いたらぜひぜひ。そういえばそうだ、全然話違いますけど、うん、この10月23日の新作大会、ガオさん放送されないので、あ、そうなんですか。見た方がいいですよ。そうそうそう、これニコプロさんだけのためにあった大会です。それ先にどっかに書いとくべきだったんじゃないですかね。ちょっと視聴率伸びるんじゃん。ガオラさん来たらしい。ガオラさんはですね、あの松本選手の試合と、はい、あのメインと美味しいとこだけど、はい、持ってきますけど、ね、ダイジェストです、ね、はい、今、まあ、単純にこの試合とかは、ね、はい、ガオラさんにこの初対決はのところのみ、うん、のところなんか、すみません、ね、皆さん。長崎先生の腕がまた太くなって、本当ですね。体重も絶対増えてると思う。潜在撮影をやったんですけど、はい、もうスタジオで見るとすごい太さで、今度測ってください。中村ひろゆきアナの足の太さぐらいしか、あ、もっと太いんじゃないですか、もしかしたら。絶対そんな気がする。体重とかおそこん選手とどっちが、あ、パウンド数、体重の公式発表だとあるんだと思うんですね、まだ。あ、そうなんですね。確かクラウズ170何パウンドとかで、アジャさん200、はい、はい、そんな違うんですね。まあ、でも実際なんならクラウズさん同じぐらい重そうですよ。そう見えるんですよね。この日はあれやりませんでしたね、マントを広げるやつ。ああ、入場だけでした ね、 そうですね。なんかすごいトヨタさんと戦ってるイメージが、あああのどっかの地方で、ね、あ、そうだそうだ、そうです、ね、その後すぐ沖縄でも、そう、沖縄でもなんかどうまたお前かみたいなこと確かにする、ね、そうで、いつもトヨタさんがあのマントをやってるイメージがまた似合うんですよね、似合うし、ん、ねジュディ・ヨングと言いますけど、本人知らないですから、世代違いますからね。確かに。あの、あれでしょ、ワハハ本舗さんとの合同イベントとか、いらっしゃいましたから、知らないでください。え、そうなんですか。私知らなくて、覚えてない。え、雰囲気であの曲を選んだってことですか。あ、まあそうです。あれ、僕ら大人たちなんだっけ。きっと歌えるよ、うん、あどけない若者を生くらかして歌わせてた。リハーサルの時ものすごい音外してたんですごい面白かったんだけど、なんか本番になったらなんかものすごく上手くなっちゃって、はい、キノキさん歌うまいんですよ。あのリハーサルひどかったですね。ひどかったですね。みんなずっこけましたね。フェイス中の人でしょう。おお。やっぱ倉垣さん倒すには体重浴びせるぐらいじゃないと無理なんでしょうね。でもよく投げますよね。うん、キュウさん結構ブリッジとか強い、ね。強いと思います。昔からやっぱ使ってる技なので、
さらっと投げますもんね。昔もっと太かったんですよ。ゆうきさんが、はい、あもっとムチムチ。はい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 、あのコロコロしてる時ありました。ありましたよ。覚えてます。覚えてます覚えてます。青春力って言ってた時があれ松本さんより先輩？一つ上です。あ、はい、じゃあ11年目ってことか。そうですね。でしばらく人工毛が人工毛があるんですよね。怪我でしたっけ？なんか変質って確か書いてあったんですけど、ウェブとかで。おい！16歳でデビューしてるらしいですよ。あ、ガトークーニャンですかね。もう結構初期のさくらさんの元気で、うん、まあ普段から軽口です。うん、うん、あ、そうなんですか。誰ですか。シガシリ山下。へそうですね、シガシリ山下健二さん、みんな同学年です。なんかあ、いろいろですね、本当いろいろだわ。うん、そうですね、かしるとか本当に20代かってぐらい落ち着いてます、ね。ああ、もう本当お客さんがすごいたくさん。あるか。何しよう。あ、ブレーンバス出すかね。危ない危ない。お、危ない危ない。そう。はい。飛ぶ。ああ、スタミナが切れてきましたね。完全に。キーパーっていうのはダメですね。やっぱりね。このブレーンっていうのが見えちゃうのがまだ彼女の弱点。そうですね。めっちゃ疲れてますもんね。でもやっぱでかい人とやるっていうのは、あー、そりゃそうだ。そうですね、私も普段自分より大きい人とやる機会っていうのは絵図ぐらいしかないので、あのやっぱスタミナの消耗度は違いますね。単にぶつかるだけでもやっぱり衝撃が違う感じで、起こすのもそうだし。あ、そっかそっか、攻めてないで、なんだったらあのカバー乗るとき、はい、ホール乗るときもやっぱ肩上げさせないために足を抱えたりするんですよ。あ、はい、でその足一本も重いんですよ。重いんだ。それはそうだ。特にオズアカデミーの選手はやっぱ大きい人が多いので、はい、重い方が多い。多いですね。寺崎さんもだいぶ重い方でしょうね。めっちゃ女子プロ界でも上から数えて5本の指に入るんじゃないですか。そうですね、確かに今寺崎さんクラスで重たい人って何人いるかっていうと、もう、まあ、ちょいちょい浮かんではいるんですけど、そんなにいないかな。オズダとアジャさん、関西さんが、そうですね。で、倉垣さんがいて、小与田さんも、あ、でかいですね。でも、オズのでかい人ってよく飛ぶね。そうですね。飛んだり、あまりないですね。飛んだり、踏んだりしますね。あ、でも僕びっくりしたのが、この間後楽園ホールであのアメージングコング選手を初めて近くで見た。でかい。とんでもないでかいですね。身長もでかい、ね。うん、あ、そうですね。で本当にでもアメリカン体型っていうか、うん、ボン、キュッ、ボン。あ、キュなんですか。キュ、やっぱボンってあるので、うん、キュがあるんです。わかります。わあ、これはダメだ。ここで決まってしまいました。まあ、そうだ、この、まあ、スタミナがもうちょっとあったらさ、はい、もうちょっと我慢できたんじゃないかな。そうですね。ちょっと池崎選手の課題が見えましたね。はい。うん、やっぱあのサイズなんで、まあ好きなように上でグイグイ決められましたからね。アルゼンチン。